FM 富士、ガールズガールズガールズ、フライングハイ、アップアップガールズカッコ2期、ニノアストーキング !FM 富士をお聞きの皆様、こんばんは、私たち、ニキちゃんです高萩千夏です島崎ゆりやですアップアップガールズカッコ2期、ニノアストーキング、今夜が45回目の放送となりますいいということで、皆さんはゴールデンウィーク、あっけー 明け。とかになるのかな仕事が始まって。お,い忙しいお疲れ様です。お疲れ様です。まあ、ニキちゃんもね、もう目の前にツアーファイナルがやってきていますが、ワクワク今日はまず。 メールの方から行きましょうはい、はいえー、ラジオネームたまちゃんからいただきましたたまちゃんり、うん、きちゃん春ツアーお疲れ様です全国7つの都道府県を巡っている最中だと思いますが、はい、地方といえばやはりご当地グルメだと思いますはいここまでのツアーで食べたもので一番美味しかったのは何ですか教えてくださいはい 私もうグルメ情報いっぱい持ってますわこのツアー中の歩く食べログって言われてますからねはい <laughs> 言われてますはい二期 <laughs> の中で二期の中で <laughs> 初めて行った <laughs> はいえー、ツアーそうだなおいしいものいっぱいあったんですけどやっぱ大阪名古屋かな大阪名古屋は特にうん メンバーの地元じゃないからこそこう行くのってツアーとかになるんですね、はい、やっぱツアーで行けるっていう楽しみがある大阪名古屋嬉しいですちょっと今回は私は名古屋のグルメの方をお話しさせてください。<laughs> <laughs> そうですねあの二輝ちゃんはツアーで行くとまあ毎回お弁当がその土地の美味しい食べ物だったりそこの有名なお弁当屋さんとか近くで流行ってるお弁当屋さんとかがあるんですけど、うん、名古屋はヤバトンっていうとんかつ屋さん、うん、とんかつのみそかつのお弁当があるんですけど<の>ヤバトンなんですねニキちゃんの夜ご飯は。わい行こうか <laughs> そうであ 昼ご飯かお昼に「やばトンが出て、はい、まあめっちゃ楽しみって思ったんですけど私ライブの合間の時間とかにあんまり食べ物食べれなくて、うん、ライブ始まる前はあんまり口に何も入れられないんですねこうお腹痛くなっちゃうみいな。いっぱい動きますから。はい、ちょっとなのでちょっと家帰ってからの楽しみにしようかなと思ってお弁当をね<ー>取らなかったんですね。はいはい でちょっと記憶があんまり定かじゃないやっぱりアドレナリンいっぱい出てて楽屋そうしかも名古屋の日は髪型を変えるみたいな超バッタバタだったんで <laughs>、はい、あの楽屋は混雑しててそう食べる時間もなかったし、ね、置く場所もなかったし帰りに取ろうって思って、まあ、帰り取って帰ったんですね。はい、で家に帰って結局 疲れれちゃっってご飯食べれなかったんでその日はだから次の日の朝食べようと思ってレンジでチンして出してよしあヤバトンやっと食べれるもう楽しみにしてたからや本当にヤバトンもう味噌うもう味噌も用意してかけて食べようって思ってたんですけど開けたらまさかの食べかけって <laughs> 悲しい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  <laughs> 誰かの食べかけを間違えて持ってきてしまったんですね。 そうしかもヤバトンのお弁当箱は箱、はい、箱なんで中見えないんですよ。<laughs> でもさ別にわざわざさこう開けてさ入ってるからってやってさ、はい、チンとかさやってから持って帰ることさないじゃん。んね、<laughs> そうだからちょっと持って帰って開けた時に誰かの食べかんなんか最初ソースめっちゃかかっててあれヤバトンソース自分でかけるよねって思ってよく見たら。 上の段がなくて。かつ2段あるんですよね。そう、かつ2段も入ってるんですけど、<laughs> 上の段もなくて、ご飯もちょっと食べかけで、<laughs> 待ってな、なんで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 って泣きそうになって。怖い。でも、自分のキャリーケースの上に置いてあって、多分それをこう、何回かこう、椅子の上とか、キャリーの上とかこう、<ー>移動させてたの。はいはいはい。バタバタしてたから。うん、で、まさかの誰かの食べかけを持って帰ってきてしまって、 最初面白くて、みんなにねえ、<laughs> 食べかけだったって言ってたんだけど、やっぱ冷静にこうやって食べかけを見た時に、ソースかけたかったし、自分でソースかけたかったし、<laughs> あそうですよね。楽しみにしてたんですよ、ね。綺麗なご飯に手出したかったし、<laughs> 一番美味しい真ん中のところが食べたかったし、<laughs> もうなんか本当に、もうなんかもう、 もうね、やばかった。泣きそうになって。悲しすぎて、もう何も考えられなくなっちゃって、もう無理だってなって、一回そのお弁当をご予約に入れそうになった <laughs> でも、そんなことできないって。でもせっかく名古屋に行って、バトン食べないなんてありえないって。<laughs> 結局食べたんですけど。いやー、よかったです。かよかったです。今後日聞いたら、 アミちゃんがすごい謝ってきて、ごめんなさい、それ私でしたって。で、なんかカップ麺をくれて、あー成仏したい、もう食べ終わったから成仏してたんだけどね。アミちゃんも実はそのお弁当を探してたらしくて自分の食べてる。私聞いてたんですよね、その話。<laughs> 一部終わって、ちょっと食べたらしいんですよ。うん、で、 あじゃあ1分の前にちょっと食べてで2分終わったら「あれなんか弁当捨てられちゃってた」みたいな言ってて嘆いてたねさみちゃん、うん。それが多分ちょっと移動されちゃってたのかなってそうだねでそのお弁当多分誰かがちゃんと食べたやつで <laughs> でこのお弁当は多分こっちに置,置いてあってでこうなってこうなってこうなってってすごい楽屋はバタバタしてたんですけど<ー>まあでも結果食べれたんでちょっとでもよくあるんだうち。 <laughs> 持って帰ってきて開けたら食べ半端みたいな。<laughs> それは4つも5個も持って帰ったら1個ぐらい食べ半端とかあるんだよ。<laughs> いや、次からちょっと、そう。中身見ないとね。ね、そう、だから。<laughs> もうこれを機に毎回中身を確認してから持って帰ろうって思ったけどうん、うん、やばとも美味しいです。いや美味しかったですね良 <laughs> かったです。吉島の気はいや私も結構名古屋の食べ物好きなんですけどうん、うん、大阪結構印象に残ってますね。やっぱそうだよね、はい。大阪名古屋美味しいですよね食べ物。なんかでも大阪の日は。 こう朝一で新幹線で行って、その日、2公園やって、夜もう移動みたいな感じでバタバタしちゃいますし、遅い時間に読み上げ買えないので、朝、新幹線で着いた瞬間に読み上げを買うんですよね、私たち。うんうん、なので、今回、551買えましたーあー 一緒に並並んだよね並びましたあのお店で売ってるのはあったかいやつなんですけどニ個入りの豚まんを買って結構大好きなんですよあれが美味しいで一個はあのライブ終わってレンチンして食べて一、うん、個はもう持って帰って家で食べてもうなんか幸せですね <laughs> 本当にさ、はい、油はすごくて美味しいよね分かりますなんかあの肉が肉肉しいんですよねそう なんなんですかね。ね肉まんあんなチンしてさ、油染みなくないっていうぐらいさ、うんうん、すごい。あと生地が好きです。あ、わ、こっちもちなんですよね。分かるしかも目の前で作ってくれるから、信頼って感じです。<laughs> 私シュウマイも買いました。え <laughs>、シュウマイってどうなんですか。シュウマイめっちゃ肉って感じ。ええー。もう皮とか感じないぐらい肉。<laughs> あ、なんかやっぱごうごいちゃお肉が美味しいんですね。うん、そう、がっつりしてる。うんうん。六個入りにしたんですけど、全然もう。 半分食べたらお腹いっぱいになるぐらい。いいや本当に美味しいよね <laughs> しいあとゆりもう一個1個<か>お土産で買ったのが冷蔵の「てんてん」っていう一口餃子をあをちょっとあのちなっちゃんさん餃子マスターなので「これ美味しいですか?」って聞いたら「おすすめだよ」って教えてもらったので買って帰ったんです。 美味,すぎて美味しいって。<laughs> そうなの。あれなんていうんですかね、結構ちっちゃめの一口サイズの餃子なんですけど。うそーああ、最高。焼いたらもう食感が。やばいなんていうんですかね、かりもち。ーじゅわ。っていう。なんか本当につまみみたいなさ、うん、餃子だよね。そうですね。結構食べやすくて、一緒になくなっちゃいました。いや、そうなんだよ。あれ本当に、こん、次から絶対大阪行った時、定番にしよう。って、ね、思うでしょ思います。 <laughs> そのくらいね本当に毎回グルメを楽しみにしてるんですけどまあむしろねまだ北海道が残ってますから北海道一番楽しい北海道行ったらスープカレー絶対食べたいと思ってて、はい、食べてみたいです、ね、北海道スープカレーが有名ですよねええー、海鮮も食べたいけどスープカレー絶対食べて帰ろうって思ってるの<鮮>えもうあ買って帰りたいですお土産でお土産もいっぱい買いたいよ <laughs> うしい。<laughs> ちょっと楽しみすぎますね。あと1ヶ月ぐらいなんですけど、<laughs> 待ちきれないかも。待ちきれないね。はい。なんかやっぱツアーの楽しみの一つにきっと皆さんもグルメが入ってると思うので、うん、ぜひ北海道も来てもらって、うん してしい <laughs> 美味しいものを一緒に堪能できたらなと思いますがす、ね、ま,あまずはア、ね、ネツアーファイナルが5月11日もう目の前ですね今週末ありますので、はい、ぜひ5月11日エビスリキッドルームにお越しくださいお待ちしてます待ちしていますそしてメッセージもありがとうございましたたまちゃんさんありがとうございます 待ってます来てねーはいといととうことで、まあそんなにきちゃんツアー駆け巡っていますがやっぱり最近この曲ライブの定番曲なんじゃないですか定番曲ですね盛り上がりますね、うん、最初もらった時は楽曲派だったからうん、うん、どちらかというとこう見る系かなって思ってたんですけど意外とねコール曲なんですね、うんうん、皆さんこの曲でいっぱいライブ盛り上げてくださいでは聴いてください「See you」だけ 改めまして、こんばんは。アップアップガールズカッコ2期の高萩千夏です。島崎ゆりやです。今回はこちらのコーナーやっちゃいます。激論、24時まで、それ、正解 このコーナーでは私たちニキちゃんがいろいろなテーマに対する正解を見つけていきます。どんなテーマについても必ずこれが正解という答えを出します。正解です。ということですね。前回決まった正解は、彼女と初デートで確実に女性を喜ばせることができる一日のデートプランの正解は正解です。ちょいカフェご飯からのお花見をしながら、あー、綺麗ですわーと言って、<laughs> 屋台でちょっとつまんで、予約してたんだよね、ここ行こうぜと。 イタリアンに行くあー正解ですねこれは結構大人じゃないこれ確かに大人向けですねなんか一応大学生くらいかなっていう設定にしてみた <laughs> はいはいはいまず、あ、はそのイタリアンっていうのはまあそれぞれの良さに合わせたイタリアンで <laughs> そ,うそうだね結構いい答えだと思いますこれなんか1日楽しめるのいいね <laughs> 超詰め込んだもんだって、うん、<laughs> カフェでご飯食べて鼻見してつまんでまたご飯ずっと食べてんの。<laughs> 私この中いっぱいになっちゃうかもしれないですけど <laughs> そうずっと食べてんの。まあでも歩いて消費しましょうということで、はい、じゃあ今回は何を解決しますかこちらですはいじゃーんあドキドキ、えー、ラジオネームてきやきさんからいただきました半年間のダイエット明けに一番最初に食べたいものの正解は え、そんなのそれぞれやん。<laughs> そんなそれぞれやん。だって好きな食べ物じゃん、普通。いいあ、もう好きな食べ物になっちゃうよ。間違いないですね <laughs> いや。正解ですもんね。正解を決めるんですよ、ね。でも、もう私好きな食べ物でも、私ダイエットして半年ぶりに食べるんだったら、もうカロリー一番高いの食べる <laughs> 何ですか自老系。お<ー>カロリー、カロリーがいい。 うん確かにだってさそれでさ好きな食べ物いちごですって言われてもさ「いやダイエットがちょっといちご食べれるじゃん」みたいな確かにいちごはちょっとタイムじゃんはいはいだからやっぱダイエットで避けてきたものの中で一番好きな食べ物カロリーえよりは多分マックいきたいなって思いますあジャンクねジャンクいきたいですね 多分朝一朝マック食べてお昼ラーメン食べて夜カレーみたいな <laughs> うわーいいわ,ーわーいいねとりあえずジャンキーなものってダイエット中食べたくなりませんなるこの人ダイエットしてんのかな照り焼きみたいな美味しいそうなんです、ね、テキヤきさんはダイエットしてますかっていうああでそれで今答えを迷ってるのかもしれないですねでもさー これは本当にやった人にしかわからないさこう苦しさとさ <laughs> こう食べ物への食へのこう喜びってあるじゃん。<laughs> はいはいはい。まだその半年間さ食事をたすごい立ってやるようなダイエットをしたことない。まあ1ヶ月とかはあるけど <laughs> 半年間って長いですね。半年って結構きつい。でも半年やったら正直それになれそうだけどね。 わかります味覚変わりそうですよねうん、うん、ジャンキーなものも求めなくなりそう,です、ね、なりそうだよね1か月とかだったら絶対に無理じゃんプリプリ食べたい食べたいなちゃうしかも1か月後なら食べていいっていうのがあるとさうんでも半年経ったらもうすごい別にどうでもよくなりそう <laughs> そのカロリーすごいもの食べたいとかなくなりそうだ、えー、食への執着がね,ね薄くなるんじゃないかなでも普通に 自分だったらカロリーいくわうんかります <laughs>、ね、同意見ですいやでもそうだよねなんかやっぱ食事制限制限、うん、大事だけどまあそれぞれにあったね、うん、ダイエットってあるからね、うん、私はなんか最近気づいた食事制限しなかったら 体調崩さなないいいいって。てて<ー>最近風邪ひいてないよね、私。確かにそう喉やられるとかはあるかもしれないけど割とちゃんと食べて動いてっていうスタイルにしたら、うん、風邪ひくことを減ったかもしれないでもこうやって喋ったらね何週間後とかに風邪ひいたらすごく恥ずかしいんだけど <laughs> いや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 でも大事ですよね,ね食べるのって健康ですから。 でもなんか野菜食べるの好きになったりさ、うん、そういうささみとかさ、うん、魚とかが好きになったらさダイエットも全然苦じゃなかったりしそうじゃないうん確かにそれ正解な,なりますねうん <laughs> どうえー、でも私も意外とそのモードに入っちゃえば食べなくてもあんまり欲がなくなるんですよねそうだね食べるモードと食べ別に食べなくてもいけるモードっていうのがあるので。 その半年間やったら多分大丈夫になれる気がするので、ねそうだね、この分かんないやっこの半,半年間の頑張りはちょっと分かんないですけど分かんないけど私たちだったらの正解は見つけました、うん、はい今回のてきやきさんが送ってくださった半年間のダイエット明けに一番最初に食べたいものの正解好きな食べ物で一番カロリーが高いものー <laughs> はーい正解でーす すごい、それですよ。もう常にね、はい、普通に食べたいからね。<laughs> 間違いないでは、続いていきましょう。はい、続いては、あ、てきゆきさん。第二弾ありがとうございます。てきゆきさん <laughs>。フィーバーだ、はいえー。もしもタイムマシンがあったらやりたいことの正解はなるほどね。タイムマシン、未来でも過去でもいいってことですよね。そうだね。 これちょっと性格によるけどいやそうなんだよこれあれルールあるあっちゃダメとか自分にないんじゃないですかんか自分にあったらさどっちかがんか存在が消えちゃうとかそういうルールとかたまにあるよねんか未来を変えちゃうみたいなことそう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 多分大丈夫じゃないですかじゃあ大丈夫ねえ難しいえ私は過去がいいですねんで過去の自分が生きたことない 昭和とかを生きてみたいなっていうのありますね。まあね。あ、でもあそっちか生きてみたいかそうですね。私は変えたい。あ、未来を変えたい。過去に戻って助けたい。あー。なるほど、そう人を助けたいかも。確かになんかね。この話どっかでもしたことあるんだよね。うん。私はタイムマシンがあったら人助けして。うん スーパーヒーローになる。歴史名を残して帰ってきます。うん、いやーいいですね。かっこいいです。でもやっぱ誰かを守りたいかもしれない。うん。それ正解です。それ正解。めっちゃ素敵な回答な。正義感で溢れて歴史名を残したい。うん、まあそこはちょっと思ったけど、<laughs> 過去を変えて守りたいですね。うん。 確かに未来を変えちゃダメとかそういうルールがなければ。そうだね。なんか、これで変わって、自分の未来も変わ、変わるようなことはしないけどね。うん、例えば、受験、受験でこう、勉強をもっとした方がいいよとかってやっちゃったら、結構変わりそうじゃん。その、自分の進路が。確かに、もしかしたらお医者さんとかに、そう。なられてるかもしれない,、ねい。そうそうそう。だから、ある程度自分の決まった未来がみ見,見える状態で、 動かしたいよねなるほど素敵ですねあ、でもそれでもちなっちゃんさんだからこそできるんだと思います私だね多分でも普通にただ楽しむだけだったらでも未来がどうなってるのかは見たくないかもしれないちょっと怖いですよねわかります自分の目でちゃんとその時を感じていけたらいいなって思うからバブルとか楽しいとこ行きたいな <laughs> そうですよねわ <laughs> かります、うん、ボディコン <laughs> ボディコンスーツって言うんですか着てウェ <laughs> イウェイしたいですね楽しそうこれうちわみたいなセンスみたいなのを振り回して <laughs> 携帯しょって電話か電話しょって歩きたいですねめっちゃいいと思います一緒にお供します楽しそうしらんず帰って来れなくなりそう なんかあの最近ドラマあったじゃないですか、ね、不適切にどがある <laughs> 私も多分あれあったら帰ってきたくなくなるタイプだと思います、ね、そうだよね島崎危ないかも <laughs> うちはちゃんと帰ってきたいうん待ってる人がいるじゃん <laughs> <laughs> あ帰ってこれないな多分ね、はい、楽しみを覚えない程度に楽しんで帰りたいな今ないものがあるところに行きたいね行くならそうですね 楽しそう<え>でも正解はでもやっぱ人助けって素敵ですよ。じゃあそれにしよう。<laughs> いいと思います。じゃあ敵き,きさんもしタイムマシンがあったらやりたいことの正解は人助けですうえーでも私多分こういうのに限らずこういうお題に限らず何、うん、かあったら人助けするが多分一番最初に出てきちゃうかもしれない。あースー,パーヒーローですね そうなんか南国に南国アフリカに行ったら例えばボランティアして帰ってくるとかなんか人助けが一番最初にパッて思いついちゃう楽しむことはんかいくらでもできそうだけどそこでできないことを自分の身になるものにして帰ってきたい素敵恥ずかしいこと私んか昭和に来たいっていやでもそういうのも大事じゃんちょっとのんきですいませんいやうちもそうなりたいよ <laughs> ということでこのコーナーではリスナーのあなたから私たちににきちゃんに議論してもらいたいテーマを募集していますメールだメールアドレスは数字の2 mark fm 富士 .jp ですお待ちしておりますということでここでにきちゃんから一曲をお届けしますにきちゃんの中でも特にかわいいセリフに注目の一曲となっています 注目なない曲となっていますライブでも盛り上がるので皆さんぜひ一緒に声出して盛り上がっていきましょう聴いてください。ラビーチュ FM 富士、ガールズガールズガールズフライングハイ、アップアップガールズカッコ2期、二の足トーキング、第45回そろそろお別れのお時間です。最後にニキちゃんからお知らせです。はい、ニ、え、キ、ー、ちゃんのアップアップガールズカッコ2期ツアー2024、可能性は無限大、ニキちゃんと笑顔満開、春ツアー、ツアーファイナル、5月11日、エビスリキッドルームにて、もう目の前に迫ってきております。ここまで、 積み上げてきた皆さんとの絆で、はい、一番の盛り上がりを作りたいと思いますので皆さんぜひ5月11日は ABS にお越しくださいお待ちしてますそして追加公演が6月8日土曜日北海道の札幌スパイスにて決定しております、はい、次の日には洋作お湯祭りに参加したりととっても楽しみな札幌遠征となっていますので皆さんぜひこちらも楽しんでいきましょう、はい そして、えー、ツアーファイナル終わっても、台湾ライブ出演させていただきます。はい、5月12日は、ガラフェスが日比谷野音であったり、6月1日2日で開催される、クローフェス2024にも出演させていただきます。はい、まだまだね、夏に向けて止まらず駆け巡っていきますので、ニキちゃんについてきてください。よろしくお願いします。お待ちしてます。その他、詳しい情報は、アップアップガールズカッコニキの公式サイトや SNS をチェックしてください。 そして番組ではあなたからのメールもお待ちしています。私たちへの質問、相談、番組の感想など気軽に送ってきてください。メールアドレスは、uug、数字の2、アットマーク、fmfuji.jp です。X でポストしていただくときのハッシュタグは、ハッシュタグ、リのアストーキング、 漢字で二の足、カタカナでトーキングでお願いします。お願いします。アップアップガールズカッコ2期二の足トーキング。今夜のお相手は高萩千夏、島崎ゆりア私たち二期ちゃんでした。で,したではまた来週もこの時間に二の足トーキングしましょう。バイバイ。バイバ